早々の町の現地に対する対応、これは当然のことなんですけれども、町民の方より感謝の意を私、聞いておりますので、ここにお伝えだけしておきます。私の方からは、一問一答方式において質問をさせていただきます。質問事項として、町の管理している橋の、ブリッジですね、橋の点検実施についてお伺いをいたします。 インフラ老朽化問題の中で今回は橋について町がどのように向き合っているのかをお聞きいたします。2014年に橋の点検が国から義務付けられて10年ほど経ちました。点検は5年に1回というふうに聞いております。まあ、2巡目の方に入っておりますが、2巡目に向けての見直しの必要があると。 考えるので町の管理課にある橋の点検実施実態を質問いたします <laughs> 1つ目橋の点検項目どういうのがあるのか教えてくださいえ2つ目点検の結果修繕実施率はどれぐらいになっているのか3番目橋の健全度法緊急処置段階の判定箇所は あったのかかどうか4番目、橋の設計に関する見直しの状況をあればお聞きします。5つ目、今後の点検、それから維持管理のやり方についてお聞きしたいと思います以上でございます。 町長太田康夫君清水議員の町の管理している橋の点検実態についてのご質問にお答えいたしますインフラ老朽化問題の発端となりました平成24年12月の中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故を受け平成25年6月に道路法が改正され橋梁につきましても 法定点検が義務付けられました。このような背景の中、本庁におきましても、建設家が管理する長道橋につきまして、平成25年3月に森町橋梁長寿命化修繕計画を策定、令和2年3月に同計画を更新し、橋の適切な維持管理に努めております。橋梁点検は5年に1回実施するというサイクルで、 平成26年7月に定期点検に関する省令告示が施行され本庁におきましても国土交通省や静岡県の策定した協梁点検マニュアルに基づき実施しております。協梁点検の目的は管理する協梁の現状を把握し安全性や耐火力耐久性に影響すると考えられる損傷を 早期に発見することにより橋梁を良好な状態に保全し安全かつ円滑な交通を確保するとともに点検結果で得られた情報を蓄積することにより効率的な維持管理を行うことであります点検結果は一判定から四判定までの四段階に区分され 判定区分に応じた処置を実施することとされております。1判定は健全で監視や対策を行う必要のない状態を言います。2判定は予防保全段階で状況に応じて監視や対策を行うことが望ましい状態を言います。3判定は早期措置段階で 早期に監視や対策を行う必要がある状態を言います。4判定は緊急措置段階で緊急に対策を行う必要がある状態を言います。それでは1点目の橋の点検項目について申し上げます。橋には多種多様な種類がございますが、大別するとコンクリート橋と公橋、 鋼鉄を使用している公橋ですね。コンクリート橋と公橋に分類されます。コンクリート橋の点検項目は、ひび割れ、剥離、浮き、鉄筋露出等であり、公橋につきましては、腐食、亀裂、破断、ボルトの緩み、脱落,脱落等であります。また、橋の路面状況についても、段差や穴、ひび割れの確認、 さらには、橋の防護柵についても、変形、欠損、劣化状況を確認いたします。現場での点検は、これらの項目をテストハンマーによる打音とともに、近接目視で確認いたします。2点目の点検結果と修繕実施率につきましては、1巡目の点検は平成26年度から始まり、 平成30年度までの5年間でございました。点検結果といたしましては、281教を点検した結果、1判定が122教、2判定が140教、3判定が19教、4判定はございませんでした。2巡目の点検は、令和元年度からで、現在実施中でございますが、 令和4年度末時点での点検結果を申し上げますと、1判定が58強、2判定が166強、3判定が4強となっております。修繕実施率につきましては、3判定協量の場合、早期措置ということで、おおよそ5年以内の修繕を目指しておりますので、1巡目の点検で3判定となりました 19につきましてては令和3年度末時点で100の修繕実施率となっておりますますた2巡目の点検で3判定となりました4教のうち2教は令和3年度末時点で修繕完了し残りの2教のうち1教は県事業により掛け替え工事を実施中でありますので修繕実施率といたしましては75%となっております。 3点目の橋の健全度4判定箇所はあるかにつきましては1巡目点検及び2巡目点検の現在まで4判定はございません4点目の橋の設計に関する見直しの状況につきましては橋を架けるときには国土交通省から示された道路 道路橋司法書の技術基準に従いまして、設計施工することとなっております。本基準書は、道路橋定期点検の法定化など、道路橋の長寿命化に対する社会的ニーズの増加や、熊本地震等大型地震による被災、並びに復旧の経験を踏まえ、点検や修繕を確実に行うことができ、 かつ、できるだけ維持修繕が容易な構造であることなどを踏まえて改定されております。橋梁の維持管理計画である橋梁長寿命化修繕計画におきましては、橋梁の耐火性能を重要視して計画を策定しております。耐火性能とは、橋としての荷重を支持する能力の観点、及び 橋の構造安全性に関わる観点から、それぞれ所要の信頼性を満足する性能のことであります。長寿命化修繕工事は、あくまでも維持修繕工事であり、橋の持つ性能の改良ではございません。修繕工事を実施した橋が持つ初期段階の性能に戻す、もしくは厳全度の判定区分をアップさせることが、 耐火性能の維持となり、長寿命化修繕計画の達成に寄与していくものと認識しております。最後に今後の点検維持管理のやり方について申し上げます。現在建設課が管理している長洞橋は285橋であり、令和6年度令和6年度より30面の点検となりますが、これまで同様に 的確で精度の高い点検を継続していくことはもちろんでありますが、損傷が軽微なうちにできるだけ多くの橋の修繕を実施し、道路利用者が安心かつ安全に橋を渡ることができるよう予防保全に力を入れるとともに、点検結果をより効果的な修繕計画に反映させ、予算の標準、平準化、 コスト縮減にも努めてままいる所存であります以上申し上げまして、答弁といたします。2>, 2番、清水健一君。はい、えっ、ー、と、ありがとうございました。えっ、ー、と、まあ、総合的に言って、しっかりとやられているということが、えー、分かりました。で、まあ、今回、この質問をさせていただいたのは、やっぱり、あの、 町がです、ね、しっかりと国からあの示されとるいろんな基準に対してやっているということをしっかりと町民の皆さんにも知っていただきたいなかなか知っていただく機会っていうのが少ないもんですからあのこういうところで,です、ね、私たちもこれを質問することによっていろんな勉強もさせてもらいますしそれから現地に行って調べることもできますしということがあるんですね。ですから今回もそういう観点で、えー、とこの質問をさせていただいたので、えー、特にあの。 橋の健全化4っていうのはまだないんだということがやっぱりあのありがたいなというふうに我々は思っております。ただあのこれで終わってしまうとあまりにも早すぎますので、あの自分も少しあの聞きたいこともありますし、えー、町としてどのような管理をしているかということを少し個々に聞いていきたいというふうに思いますのでお願いします。 えっと、点検方法の中で、当然、あの、テストハンマーを使ったり、えー、近接でね、目視ということを、えー、今、答弁をいただきました。で、実際にですね、近接目視っていうのが、 100できるものなんだろうかというのが、えー、とちょっと自分の中ではあの疑問があって、まあ、やっていただいてるということに違いがないので大変苦労されてやっているのだろうと思いますけれども例えば、えー、5年に1回回るということでね、えー、例えば最初の 防衛許可なんかでのどきどきながらその5年の間にしっかりと1回は叩きにいくよとか見にいくよというようなそういうような、えー、点検の方法っていうのは例えばその点検の方法が国の基準に合ってないというのであればそれはもう僕が言ってる質問が間違いかもしれませんがちょっとその辺はお聞きしたいいと思います岡本建設課長。 はい。え、建設課長です。え、清水議員の再質問にお答えいたします。え、実際にすべての協梁で、え、近接目視をされているかと、え、言った内容かと思います。え、実際にですね、こう、人間が、え、行けないようなところというのも当然ございますが、え、その中でも、え、極力近接目視しなさいという、え、基準になっておりますので、え、例えば、 地上からすごい高さがある橋とかは、えー、橋梁点検車というものを使ってですね、橋の下に潜り込んで、えー、近接目視する。えー、だとか、えー、ロープアクセスといった方法で、えー、橋の甲欄にロープを結びつけまして、まあ、そこから人間が降りていくといった、えー、点検方法が今までは主流でした。でしたというのは、まあ、最近では、あの、ドローンによります、 カメラ撮影等によりまして、まあ、それを近接目視の代わりにしてもいいよということで、まあ、危険もその分なくなるというようなことで、まあ、そういった方法も最近ではよく取られているといった状況でよりまして、点検をしているという状況です。以上です 2> 2番清水健一君 はい、えーと、ドローンという点がありましたですね、はい、あのそうすると、近接目視ができるところもドローンではなくて、あくまでも近接目視はこれはできないだと、あのまあ、例えば今、点検車を使ったりとか、ご覧ね上からぶら下がってというようなところに限っては、ドローンも使用しているという判断でよろしいでしょうか。岡本建設課長。 はい、えー、おっしゃる通りの、えー、理解で結構です。以上です。二番清水健一君。はい。えっ、ー、とそれではですね、この点検者、あの例えばえっ、ー、と町がどこかそういう点検をするところに委託しているのか、もしくは職員の中でそういうまあまあ、えー、免許って言ったらおかしいですけれども、あのそういう資格を持った方が しっかりと点検をされているのかお聞きたいお聞きください。岡本建設課長。はい建設課長です。えー、点検者は、えー、まあ資格を持った方が点検しているかということかと思いますが、えー、実際にはですね、えー、その橋長が長い橋とか高い橋というのは当然あの。 コンサルさんに委託しておりますけれどもその中で点検者の技術者として技術士でありましたしあ,あ,あったりですねコンクリート診断士あるいは公共の鉄骨関係の診断士あるいはシビルコンサルティングマネージャー、まあ、RCCM と言っておりますが、まあ、そういった資格を持った方が点検をしなければならないと。 でまたですね、点検結果表には、その方の氏名を載せなければならないので、当然、その資格者の名前を載せるという格好になっています。またですね、職員が資格を持っているかといいますと、資格までは持っておりませんが、私どももですね、その国交省なり、県が主催する研修会に参加させていただきまして、 えー、受講証というものを、えー、もらってきております。で一応その受講証がな,なければその点検表に名前を載せることができないという形になっております。以上です。二番清水健一君。はい。えっ、ー、とそれではまあ一番の点検項目というところははいあのその次にですねまあ点検結果ということで点検結果もあの。 1> 第1巡目についてはですね、えー、健全度3のところの19ー100%終わっていて、もうすでに、えー、この第2巡目についても75%終わっているということで、えー、あの大変、まあ、我々町民として、使用する側として、えー、安心があの担保できているなというふうに、えー、思います。 ここで一つ、まあ、今あ、課長の方の答弁にもありましたけど、まあ、いろんなものに点検した後、記録に名前を残さなければいけないというふうにありましたけれども、えーと、もう一度同じようなことになってしまいますけれども、記録というのはしっかりと、えー、残されていて、それが例えばわれわれが見せてほしいよとすれば、なんか開示をしていただけるものなのか、お聞きします。岡本建設課長。はい。 えー、点検結果につきましては、えー、毎年度ですね、えー、県の方にすべて報告しておりまして、まあ、それが、えー、そのまま国の方に上がっていくという、えー、仕組みになっております。で、あのまあ、インフラメンテナンス国民会議というものがございまして、まあ、そこの場で、まあ、個別の自治体の点検状況をお知らせするものではないですが、 静岡県ではこれだけの橋梁が遡判定でしたとかっていうようなデータはホームページから開示されておりますので閲覧が可能ですでまたですねあの森町の状況をもしお知りになりたいということでありましたら私どもの方でも修繕台帳というものを作っておりますのでまたもしよろしければ閲覧に来ていただければと思います以上です。2> 2番清水健一君 はい、えー、ありがとうございます、まああのそのように、まあ、誰でも開示がされているということも安心の一つにつながるというふうに私は、えー、感じております。とですねあとあの、まあ、当然あの一番最初の点検をした時の記録は残しますけどもその後修繕をいたします。で修繕をした後の記録 まあちょっとダサな言い方あのちょっと失礼な言い方かもしれませんがその記録も同じようにえ残っていてそれも開示をしているのかということもお願いします岡本建設課長はい、えーえー、一巡目の点検結果およびそれに対する修繕結果も、えー、同じように、えー、台帳の方に、えー、載せてございますのであの当然閲覧は可能と。 いうことで、えー、認識していただいて結構です。以上です。二番清水健一君。はいえっ、ー、とそれではさっきのあの修繕率の中でまあ三番目のところまでは、えー、しっかりともう修繕できているよということでした。まあ一番目というのは健全ということなのでまああの、えー、ですね二番目というのは、えー、予防保全 段階とということであの経過観察みたいなものが必要ではないかなというふうに思いますけれどもその辺りで例えば対策区分の判定というものを例えばあの町の方で持っていられるの例えばどこまで行ったら2でどこまで行ったら3でということで、はい、要するに、えー、判定を区分するための 判定区分というんですか対策を区分するための判定区分というのはそのようなものが終わりでしょうか岡本建設課長、はい、建設課長です、えー、判定区分はあるのかということでございます、えー、まず判定の仕方でございますが、えー、コンクリート部材につきましては、えー、抜け落ちとか、えー、鉄筋露出剥離 えー、ひび割れの幅や長さ等で、えー、判断しますであの鉄骨部材につきましては先ほど申したとおり、えー、破断亀裂変形欠損等で、えー、判断しますが基本的なあの判定の出し方というのがですね、えー、健全度を100とした場合に、えー、損傷評価点という、えー、損傷具合によって、えー、点数化したものがございまして。 100からその損傷評価点をマイナスしたものが健全度ということになりますでこの健全度がですね、まあ、40未満となったケースにつきましては3判定という判定区分になりますでそれ以上であれば当然あの2判定というような区分で区分分けをしておりますであの、まあ、4判定と3判定の違い とももありますけれども、まあ、先ほどもないと言ったんですがその4判定につきましては、えー、降乱や防護柵が欠損しており歩行者や車両が路外へ転落する恐れがあるとかです、ね、コンクリートの塊が落下して第三者に危険を与える恐れがあるとか路面の陥没があるとかといったのが4判定の基準となっております以上です。 2>, 2番、清水健一君はいあ,のありがとうございます、えー、と実はの国土交通省のホームページの方から、まあ、引っ張ってきて、ちょっとあの皆さんのところに見えないので申し訳ないんですが、例えば、えー、判定健全判定度2のところでの,あの対策区分というので、予防保全の観点から速やかに補修等を行う必要がある、それから、えっ、ー、と、M ですからね。 えー、維持・維持工事で対応する必要がある、まあ、維持・工事の対応する必要があるというのは、まあ、あの継続で何、えー、でしょうその C1 のところでいくと、えー、予防・保全の観点から速やかに、えー、補修等を行う必要があるというような項目が、あのーまあ、国土交通省のホームページの方には、えー、ございました。でまあ、これを使っ 今の説明ではちょっとこれとは違う評価の仕方で点数制だというふうにお聞きしましたけれども、称号というか、整合性というのは、それから今あの、あの森町で使っているそのやり方というのは、いや、これに代わってこれも使えるんだというような判断でよろしいんでしょうか。岡本建建設設課課長長はい、建設課長です。 実際に私たちが今使っておりますこの橋梁点検マニュアルというのは静岡県交通基盤部道路整備課の方で出しております基準でありまして先ほどちょっと言い方があれだったかもしれないですが予防保全段階2というのは健全度の点数が40点以上80点未満と。 言ったようなな、えー、判定区分になっております、えー、その予防保全で早期措置段階という、えー、記載につきましては、えーまあ、森町においては、まあ、橋の重要度ですね、まあ、例えば、あの落橋すると迂回路がない集落に行けなくなってしまうとか、えーまあ、そういった橋の重要度を、ね、あの加味した中で、えー、予防保全あ、予防保全段階ですけど、まあ、早く修繕した方がいいかどうかと。 いうことも含めて修繕計画の方に反映させているという計画になっております。以上です。二番清水健一君。はい、えっ、ー、とわかりました。あのまずその点検でもしっかり我々は安心,安心して使えるということで、えー、理解をいたしました。えっ、ー、とその次にですね。 えーまあ、橋の設計のことについて少し僕が4番目で聞いて、まあ、あのこれは、えー、といろいろと国の基準に従ってあの新しく点検した後も新しく掛ける時もその基準に従って、まあ、橋はあの架け落ちかかけていかれるんだなというふうには思いますけども残念ながらあの森町も含めて全国にです、ね、70万箇所ぐらいあの橋が張るそうなんですけどもえっ、ー、と そのうちいくつかの森町にもあるんですが200いくつあると言いましたけどその中でそういう基準が設定される前前の基準で、えー、今も使っている橋っていうのはいくつかそれで多分健全度が12っていうのがあるんだと思いますけどまあ1はまあ大丈夫にしても2っていうのがあるんだと思いますけども例えば将来的に、えー、と設計基準が今に合ってないので。 というような橋があるとすればあの改修等の計画というのは、えー、考えておられるのかどうかお願いします岡本建設課長建設課長です、えーまあえー、清水議員のおっしゃられております基準というのは先ほども申し上げました道路橋司法書と えー、いう基準書のことであろうと思っておりますが、えー、この制定以前の橋があるとすれば、えー、その基準に合わせる対策は計画しておるのかという話だと思いますが、えー、答弁の中でも、えー、ちょっと申し上げましたが、えー、道路橋司法書は橋を架ける時の、えー、基準でございまして、えー、点検修繕の基準とは少しこう異なっております。 えー、で基準に合わせるということはですね、えー、まあ橋の、えー、なんていうんですか耐震補強とからっきょう防止等も含めて、えー、ど,うだどうだということになろうかと思いますであの現在の長寿命化修繕計画につきましては、まあ、先ほどのとおりあの耐火性能を重視しておりますので、えー、そこに 耐震の観点というものはちょっと入っておらないというのが実情ですであの、まあ、来年度から三巡目に入っていくわけですが、えー、予想ではもうあらかた二判定の橋が、えー、多くなってくるのかなという予測をしておりますので、えー、予防保全に力を入れつつそこの そこがある程度こう見えてきましたらね今議員おっしゃるような耐震補強計画といったものも今後当然やっていかなきゃならんというのは認識しておりますただし耐震設計となりますと既存の橋梁の所言例えばですねあの橋台の構造形式だったり要は川の中に潜ってて見えない部分だとか基礎杭はどんな 後継でどんな長さなのかというのがわからないと耐震設計上の支障となります橋をかけた粘土が古ければ古いほどこの辺の構造形式が不明となるというケースがままありますこのような場合どうするのかと言いますと地質調査を行いまして同時に予備調査というのをかけましてその橋の下部口がどのような構造形式かというのを まあ推定して、えー、耐震計算をもう一度し直すといったやり方でやっていきます。えー、ですので、えー、今後、まあ、何年先とはちょっと今の段階では言えませんが、その耐震補強計画というのをです、ね、また改めて、えー、策定し,していかなければならないというのは認識しているところでございます。以上です 2> 2番清水健一君 はい、いあ,ありがとうございます、まあ。その計画を持ってみる要するに考えがあって、えー、ということですよねもうそれがあの大事だなというふうにも思いますがただそれがいつになるかわからないしでもそれはあの毎回この今回のこの5年に1回の1順2順の、えー、点検の中で当然あの急に3になったりすれば。 当然、補修をかけていくので、あの2をキープしていこうというあの形になろうかというふうに思います。まあ、その計画があるということだけでも、我々にとってみれば、はいあのまあ、昔の橋だからなっていうのではなくて、えー、安全に使うと、要するに生活のインフラの一部だもんですからね、はい、その計画があるということを聞,いた聞けただけでも、はい、あの我々としては安心に、えー、通れるというふうに思っておりますありがとうございます。 それではですねあの5番目のところについて、まあ、今後の点検とか維持管理ということでお聞きをいたしましたけども当然あの国の方からこれ義務付けで点検しなさいということで来てるはずですから例えばいろんな財政面の負担軽減のためのまあ補助だとか支援金なんかがあろうかと思いますけどもその辺についてはしっかりとあの。 支援をいただいてあのこのあの実施に映、えー、っているんだなというふうでよろしいでしょうか。はい岡本建設課長。はい建設課長です、えー。清水議員おっしゃる通りでございまして、えー、長寿命化修繕計画が、えー、策定してあれば、えー、国の交付金を五十パーセントいただいた中で、えー、修繕を と点検を実施しているという状況でございます。以上です。二番清水健一君。はい。えっ、ー、とあとですね、あのまあこれまあ最後になるかと思いますけれども、まあいろんなあの点検をやる中で当然あのこの周りの近隣の、えー、市のも含めてえっ、ー、と同じようにやっているはずなんですね。でその時に。 えと例えば修理を同じような修理が例えばあの、まあ、岩田とか袋井とか影谷にもあのできたよっていうのののところで例えば一括発注要するに森町いい一つで一括ではなくて例えば森と袋井のなんとか橋も同じようだったらこう同時にですね、えー、と発注することによって若干でも まあ経費が抑えられるんではないかなというような、ちょっと素人発想かもしれませんけれども、そういうような、他のとかあの,まあ,あの連携というか、そういうのはあの考えておられるでしょうか。岡本建設課長、はい、建設設課課長長です えー、大変申し訳ありません、先ほどの、えー、交付金の答弁で、あの50%と申しましたが、55%でしたので、申し訳ありません、訂正させていただきます。えー、それからですね、えー、他市を含めた、えー、広域的な発注はどうかというご質問でございますが、えー、以前、確かですねあの、県が一括発注して、 えー、点検をするというような話はちょっと聞いたことがございますのでえただそのし他の市とこう連携してというよりは県と連携してというような確かメニューはあったかと思うので、えー、この研究材料にさせていただきたいと思います以上です。 2番清水健一まあ,あの橋っていうもの自体が例えば我々はやっぱりすぐ道路側からのいろんなことを見るけども例えば河川側の管理をしてるところから見たまた別の,あの考えがあるのかなというかでこれは多分相反するようなところがあって、えー、大変あの橋の管理っていうのは難しいんだなというふうに私も、えー、この質問を作る中でですね、えーと ななるほどなるほほどどといいう,うには思いましたただあの一番最,最初の方にも申し上げましたがこの質問の中で町がしっかりとこういう町のインフラというものを、えー、国の基準に従って、えーまあ、県の基準に従ってしっかりとやられているということを、えー、ここでまあ再確認をさせていただいたということは僕は意義のあることだというふうに思ってます。でうんとまあ、当然あの今後もです、ね、あのこういうい形で 我々が使うインフラについては安心して使えるような形でですね。えっ、ー、と維持管理をしていっていただきたい。それからえっ、ー、と課長が言われました。あの、いろんな点検の結果というのはそうやって開示をしていただいておるので、まあ、その中でちょっと待ってよと。とうちのとこう。ガタガタしとるところあるじゃん。っていうようなことがあれば、またそういうような指摘も。 あればです,ね、すぐ現地の方へ出向いていただいて、まあ、確認をしていただくということも、あのか,どうかといいう,うに思います、はいあのまあ、私の感想としましては、あのしっかりとこういうこと,ところが維持管理をされているということを確認をできましたので、これで質問を終わりたいと思います。